コツコツドカン、コツコツドカン、そしてまたコツコツドカン。ああ、またやられた。まいった。私の投資歴の中で最初の投資アプローチはバフェットに倣ってバリュー投資でした。それは良いと思われる会社を割安な株価の時に購入して長期保有するというやり方です。しかしバリュー投資とは言っても、実際は株を買いっぱなしで放置しているだけで、それ以外は企業分析とか投資活動と言えるようなことは何もしていませんでした。しかし年月が経ち、それなりに利益を出していました。しかしその後、たまたま目にした短期トレードの記事やそれに関する他人の話にだんだん興味を持ち、なんだ短期トレードとはそんなに利益が出るものなのか、よしそれなら挑戦してやろうと思うようになったのです。そこでまあまあうまくいっていた長期投資のポジションを徐々に現金化して短期トレードの元手にしました。結局その後どうなったか。私はその後2年余りの間にコツコツドカンの嵐に揉まれて資産の3分の2近くを溶かしてしまいました。なんてことだと我に返った時には手遅れでした。バフェットの投資の基本ルール1、決して損をするな。2、ルール1を忘れるなという基本中の基本を無視して、ろくに短期トレードの知識も心構えもなかったために、これは必然的な結果でした。ウォーレン・バフェットは日本でもかなり有名ですが、彼のパートナーであるチャーリー・マンガーはバフェットほど有名ではないかもしれません。バフェットが葉巻の吸い殻スタイルの投資法から非常に価値の高い会社にそこそこの株価で投資するという手法に変更したのは、このチャーリーの助言がきっかけでした。それから日本ではあまり知られていないかもしれませんが、アメリカでは有名な投資家にマーク・キューバンがいます。彼は大学卒業後に少しの期間だけ小さな会社で働きましたが、人の下で働くのは自分には無理だとすぐに気がつきました。その後1995年に大学時代の友人と会社を起こして成功を収めました。それ以来彼は実業家および投資家として活動しています。彼は投資に関する番組のコメンテーターとして番組に出演したり、 NBA チームのダラスマーベリックスのオーナーでも知られています。実はこのマーク・キューバン、バフェット、そしてチャーリー・マンガーの3人には私にとって重要な投資家としての共通点があります。それは彼らが私をコツコツドカンで自ら作り出した地獄から救い出してくれたということでもあります。彼らに共通するのは投資に対するアプローチで、非常にはっきりしていてシンプルかつ的を得ている内容です。しかしここで前もって断っておきますが、投資の目的や投資のスタイルは人それぞれであり、どれが正しくどれが正しくないとか、良いとか悪いとかいうことはありません。それぞれが自分に合った投資スタイルを見つけ出し、それを極めていけば良いと思います。ここで説明するのはあくまでも私を救ってくれた考え方であり、それ以上でもそれ以下でもありません。ただ動画を見てくださる皆さんに何かの参考になればと願っているわけです。以下、マーク・キューバン、ウォーレン・バフェット、そしてチャーリー・マンガーの話の要約です。まず最初に以下チャーリーの話です。平均的なリターンで満足するなら分散投資は良いかもしれない。しかし自分が何をやってるか分かっていて、なおかつ大きな利益を上げたいなら、それは全くナンセンスだ。もし勝負に勝ちたいなら、自分が他人よりも多く知識や経験を持っている分野で勝負すべきであり、あっちもこっちもというふうに手を広げるべきではない。すべてのことを他人よりもよくできる人間なんていない。そして大きな富を得るにはたった2つか3つ程度のチャンスをつかめばそれでもう十分だ。すべてを学ぶことは誰もできないし、すべてのことに一番であることも不可能だ。そんな馬鹿げたことはありえない。今大学や MBA のビジネスのクラスで教えられているファイナンスのコースは一言で言えば間抜けだ。現代ポートフォリオ理論などはその間抜けの良い例だと言える。以上チャーリーのコメントにバフェットがこの話を受けて以下のように答えています。チャーリーの言う通りです。ポートフォリオ理論などは難しい数式を出してきたり、あれこれと難しい言葉で複雑な理論を展開していますが、笑えるだけのことで何の価値もありません。平均的な投資成績を得たいならそれでも良いでしょう。
しかし富を得るにはそのような難しいことを引っ張り出してこなくても素晴らしい会社を3つ程度持っているだけで十分なのです。そこでチャーリーがバフェットの言葉を受けて以下のように言います。ウォーレンの言うように投資先を3つだけにしたら MBA のコースが1週間で終わってしまうから、こんな複雑なものを教える必要があるんでしょう。以上、最初の要約終わりです。もうお気づきのようにチャーリーは歯に衣着せぬ発言で有名です。彼はいつも単刀直入に、そしてブラックジョークを交えて鋭い発言をすることで、かえってそれが人気の原因ともなっています。以下、再びバフェットの発言の要約です。分散投資は無知に対するリスクヘッジと言えます。自分が何をやっているかを分かっている人にとっては分散投資は極めてナンセンスなアプローチです。しかし逆によく分かってない人、ビジネスを分析する時間や能力のない人にとっては理にかなったアプローチであり、決してそれが悪いということではありません。逆にそういう人が30とか40もの個別株を持つことはナンセンスです。なぜならマーケットにはそんなにたくさんの最高の会社はないからです。最高のビジネスの投資先があるなら、資金を30も40にも分散してしまうよりはその最高のビジネスに全てを投資すればいいのです。そうでなければインデックス投資でもするべきでしょう。何も分からずに中途半端に分散投資をする方がもっと悪い結果になるでしょう。そんなに多くの会社に分散投資をしているということは自分がよく分かってないと告白しているようなものです。それなら私だったらインデックス投資をします。私について言えば、私はたった一つの株しか持っていません。それはもちろん分散投資は全く必要ないからです。素晴らしいビジネスというのは経済状況の激変や競争に強い防御能力を持っています。そういう会社というのは強い競争優位性を持っているのです。このような会社を3つ保有する方が、まあまあそこそこの会社を50保有するよりもはるかに良いです。実際その方がもっと安全だとも言えるでしょう。仮に私がこれからの30年間家族のために3社か50社かどちらかのポートフォリオを選ぶとしたら、間違いなく素晴らしい会社3社のポートフォリオを選びます。これらの話は株の売り買いのトレードではなく投資という意味での話です。大半の人には分散投資するならインデックス投資をした方が良いと勧めています。なぜならコストは低いし、これはアメリカ全体の将来にかけているということだからです。私は長期的に見てアメリカという国に対して明るい希望を持っています。逆に集中的に時間と労力をかけて会社やそのビジネスを分析するならば、分散投資は最悪の間違いだと言えます。もしあなたがそのビジネスをちゃんと理解しているならば、どんなに多くても6社か7社以上の株に投資するべきではないでしょう。もしあなたが6社か7社の素晴らしい会社に投資できるならば、もうすでに富を得るには十分すぎるくらいでしょう。もしあなたが7社目に投資するくらいなら、その資金は1社目に追加投資するべきでしょう。もしそうしないならば大きな間違いだと言えます。なぜなら7番目に良いアイデアで富を得た人はほとんどいませんが、一番良いアイデア、つまりベストのアイデアで巨額の富を得た人は山ほどいるからです。人生の中で極めて大きなチャンスというのはそんなに多くはありません。富を築くためにはそのチャンスが来たら逃すことなく掴まなくてはなりません。最高のチャンスというのは500も600もないのですから。もしあなたが生涯でたった20個だけ穴を開けられるパンチカードを持っていて、投資判断をするたびに1つずつ穴を開けて、人生で20個しか投資判断できないとしたら、あなたはもっと真剣に一つ一つの投資判断をするでしょう。そしてその穴が全部開く前にあなたはとっくに大金持ちになっているはずです。以上、バフェットのコメントの要約でした。そして以下、マーク・キューバンの発言です。ちょっと厳しめなので注意してください。分散投資は間抜けのやることだ。ちゃんと自分のやるべき宿題をやっておけば、そこに投資すべきかどうか分かっているはずだから、もしそうならなんでそんなチャンスに集中しないのかということだ。以上、マークのシンプルな発言でした。彼はイディオットという言葉を使って分散投資を批判しています。事前にやることをやってれば分散投資なんてする必要がないだろうというわけです。以上、3人の分散投資をしないというスタイルの投資家の発言を紹介しましたが、私は当時このマークの言う間抜けな投資家でした。ただの間抜けではなく、かなり重症の間抜けでした。
おそらく最低でも30か40くらいのポジションを持っていたと思います。しかもバフェットやチャーリーの言う素晴らしい会社というのは一つもありませんでした。大多数が塩漬け状態の株だったのです。ちなみに先ほども言いましたが、これはあくまでもいくつもある投資スタイルの一つに過ぎません。実際世界一大きなヘッジファンドの創業者レイ・ダリオはバフェットたちと真逆で、彼は思い切り分散投資をするスタイルです。株式だけでなく債券や貴金属、そしてコモディティなど多岐にわたる分散投資をしていて、全天候型ポートフォリオなどとも呼ばれています。私がバフェットたちの分散投資をしないという投資アプローチに感化されてから、いろいろと考えを巡らして勉強もしました。そしてさまざまな試みを経て現在に至っています。今思うと私の判断は間違っていなかったと思っています。なぜなら彼の言う通りの結果になってきているからです。もし仮に今誰かとても身近な人が私に、今から投資を始めようと思うけどどんな方法が良いと思うと聞いてきたら、きっと私は以下のように答えると思います。もしあなたが本気であるなら、きっと分散投資はやめた方が良いかもしれない。もしそうでないなら、ドルコスト平均法で毎月インデックス投資でもする方が手堅いと思う。その中間はかえってリスクが高いと思うよ、と。以上、あくまでも私の個人的な意見であり、アドバイスではありません。投資判断はよく考えて、自己責任でお願いします。皆さんの投資がうまくいくことを祈って、今日は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。